こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。実況パワフルプロ野球、2022-2023、ライブ配信始めていきたいと思います。今回は、今回も栄冠ナインのシリーズを続きです。いつも通り Twitch で配信しておりますので、ぜひ Twitch アカウントフォローお願いいたします。YouTube のチャンネル登録もお願いいたします。YouTube 2日後18日21時頃からプレミア公開予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。旧ツイッターである X のアカウントを持っておりますので、ぜひアカウントのフォロー、リポスト、いいねをお願いいたします。では始めていきましょう。はい、画像が更新されてない。なんで？画像が動いてない。あ。TBSボール、パワフルプレー球。来た来た。これでいけるはず。変換ない。続きからということで、11月14日からですね、続きが始まります。では練習試合が終わった時ですね、前回の。難しいな、1、2、3、4、5だと。パワー中心、変化球、守備連携。腕立て伏せやるか。あ、指立て伏せだ。11月19日となっております。観戦できるんだ。一緒に観戦行ってみるか。あ、でも普通に疲れても体力できるから学力を上げさせよう。そうです。この緑の、ところはですね、一休みできます。2だとダメなんで、これは選べない。じゃあ今度はどうする？インターバル。あ、高槻電工だ。勝ちの味を知りたい。
富田林商工と11月28日に試合をやります。あと5日後ということですね。3122かホームチェック、いやパワーを鍛えよう。結構このゲームやっぱパワフルプロ野球って名前の通りパワー大事ですね。外野に内野に止まってたら外野に飛ばせるって感じかな。データだっけ、あの選手の疲れ、ここですね。なる体力ゲージが低くならないようにしましょう。変化球、OK、疲れも全然溜まってないし、お、OK、脳等信頼度上がった。感染か、感染もいいけど、投げ込みをしましょう。あんまり効果なかったですね。山本、注目しましょう。オーダー変更。なんかすごい鈴木が燃えてますね。スリークォーター、鈴木を先発にしてみるか。ピッチャーを鈴木にまず変更、そして松尾がちょっと調子が悪いよね。ただ松尾はキャッチャーなんで変えられない。感じかな。で調子が悪い酒井が、酒井な、まあでも
固定できないのかな。最初よう分からん。こちらパワーあるからな、もったいないよな。こんな感じかな。OK。試合開始。どうでしょう。本田橋総高戦です。1回裏。チャンスです。ツーアウトながら。ファイトだよ。先制点が欲しいところ。追い込まれた。追い込まれてないか。おっと、あ、ナイスー。いいじゃないですか。これですよ。どうだ？あ、追いつられた。百姓校に苦戦してるなぁ。ホームラン打たれたら痛い。どうしろっかな。ツーアウトか。センター返し狙っていきましょう。三塁、ちょっと詰まってしまったが、いいですね。それが、あえて、魔物ですよ、これ。逆転はしたが、チャンスは続く。4回の裏の攻撃、ラッキーボーイ、行きましょう。やっぱりセンター返しじゃないかな。この数字が高ければ能力発揮しやすいんだよな。あー、詰まっちゃったや。これはちょっと正面だ。お、いや、超える？超えた。松浦選手、ラッキーボーイってそういう意味か。まあでもパワーが増えたっていうのもありますよね。センター返し4なんで行きましょう。あ、ちょっと打ち気に流行ってるな。あ、詰まっちゃったや。でも、いや、結構面白いとこに落ちた。3位追加点。いいですね。そして、またチャンスが続く。古川を、古川にチェンジです。相手の、本田橋商工は。一番いいのは引っ張りだけど、引っ張りだと下手すればゲッツーになるから、普通に流し打ちですね。数字は関係なく。それがやっぱり我がチームの方針だし。うん。あ、そうそう、戦術だ。お任せもあるけど、詳細表示か。身長打用、任意と多様でいきます。ゲッツーを避けたい。ね、引き続き流し打ちで。いいよ。1点は入りそうです。三塁です。ストップ。お、熱血使っていきましょう。一塁三塁だからゲッツー防ぎたいよな。
で、これな、いやでも基本的にやっぱり流し打ちだけどな、任せてみよう、あえて。どういう、打ち方するかな、坂山。ああ、追い込まれ、追い込まれてないな。ツーボール、ワンストライクだ。お、結構高い。これホームラン行くんじゃないの？やりました、古川。早くもう10点ですよ。これコールドのチャンスじゃないでしょうか。この回だと10点差をつける必要があるわけですね。流し打ち。追い込まれたな。ああ、なるほどな。まあ、流し打ちで変わらず。いいんじゃないでしょうか。ランナーを、塁を貯めていきます。そして松浦。センター返しが高いのか。転がすわけにはいかないな。相変わらずこれでいきますが、流し打ちです。危ない危ない。ちょっと詰まった。まあ、ゲッツー？いや、一塁はセーフ。ツーアウトです。くせ者。くせ者らしい能力を発揮します。なんだそれ。引っ張ってみる？まあ、ミート多様なんですけどね。矛盾してるけど。これでいいや。ちょっと焦ってますね。ピッチャーも一塁、一年生だからな。うん。満塁。おっと、ちょっと、イラッときてるよ、古川。いいですね。ランナー二塁ストップ。残り1点です。さあ、これは、今、さらに、本田林翔子、リリーフを出してきました。ちょっと流し打ちだが、ま、わからずこれです。ああ、すごいな、今村。詰まっちゃったな。仕方なし。ホールドはなりませんでした。そして、6回裏だが、走者が、回の頭からですね、行ってみましょう。初球から打っていいと思います。ああ。ライトだよ。いいピッチャーですね、今村。様子見た方がいいよな。まあこれしかないと思うよな。チェンジアップとかも対応するのか。これは声抜けた。パワーアップしてますね。なんか二塁打になりました。さあこれで続き一打、コールドが近づいてまいりましたが、引き続きこれですよ。結局はこれ、センター返しがいいんだけど1しかないのか。まあ転がしてもいいけど、ワンアウトならいいんだけどな。
焦がしは有効じゃないよな。引っ張ってみるか。二塁なんで、フォースプレーの危険性ないんで、これでいいと思いますが。どうだろう。追い込まれた。ちょっと待った。流し打ちに変更。うわ、飛ぶなぁ。どうだ？取る。取れるか、さすがに取ったか。さあ、8番の池田。お、すごいな。センター返しが5だ。ミートが C ですからね。センター返し。あ、お任せでもいいかも、なんないかな。お任せやってみよう。うわ、すごいな。今村いいピッチャーだよな。あ、詰まらされた。あ、あ、ダメか。でも、粘るのはいいですよ。OK。これは、ホームインしそう。やりました。コールド勝ちです。酒井がタイムリー決めてくれましたよ。あ、スリーラン決めてくれましたよね。そして何の能力が上がったんだ。かなり上がった人が多いね。戦績ポイント獲得。お、超ノリノリ。今の疲れは？疲れ見ながら走っていきます。疲れは誰も溜まってないから、とにかく練習させたい。1,2,3,4,5,6 はないんだよな。でも感染してみるか。体力回復する必要ないけどな。練習効率も上がったり補給も上がったりするんだ。いい経験になった。1,5 だと次のあれ、マスに行きますね。とりあえず、まず走り込みだ。体力を、つけよう。うん。でも大事じゃないでしょう。食事会っていうのがあるんだ。4が出れば、変化球投げ込み以降。お、なんだ？ 12 月に突入か。そして、練習の方針を変えることができます。スタミナは D まで行ったんで、次は制球アップに、勤しみましょう。難しいなぁ。
くのはせやかて。リリーフピッチャーも育てたいですよね。呼吸は D までになったな。じゃあ次、やっぱ肩を上げさせましょう。まあ、打てるバッターにもなる必要ありますね。ミートが相変わらずすごい。あまりパワーアップさせないけどな。走力 F か。池田はパワーアップだが、走力一番難しいな。パワーアップかな。4番に置きたい気はする。お、張り切った、いいんじゃないでしょうか。何これ、ペッパーって。バントもある。バントってあんまりやらないけど、何が強いんだろう。やってみるか。あ、これ疲れが取れるやつか。食事会行きましょう。疲れ取れるんか。信頼度も上がります。いいんじゃないでしょうか。そして合宿がやってきます。新入生スカウト。地元から、仕上がり調子上げる成績に断られそうだよな。中学生の話かこれ。内角攻めが得意。なんか良さそうですね。制球は高い。あと、岸本は逆に変化球が得意か。西面白そうだよな。でも、一人しかスカウトできないの？まあでもやっぱりコンバートさせることもできるからな。西をちょっとスカウトしてみる。能力は平田がいいんだろうな。西はスタミナが不安と変化球が良くない。平田の方がいいかな。キャプテン、キャプテンシーもいいかもな。ん？お？上田、頭は良くないが盛り上げはしてくれるんだ。あと、この総合力は高いですね。普通の総合の数値は。やった、ちょっと。どうでしょう。お、良好。来年に進行、行きますからね。え？ペッパー？数値が高いものが有利だろうな。うん、まずは走り込みから。へえ、座禅ってメンタル溜まりやすいんだ。素振り、固め打ち、いいですね。流し打ち、にしようかな。こっちもいいよな。まあ、走力。ヘッドスライディング。疲れ溜まりやすいのか。じゃあ変化球。
今の高校野球は変化球絶対いるからな。こうしてどんどん成長してますね。赤を避けないといけない。今の疲労度は、ちょっとみんな疲れてるな。2ゲージ減ってます。そこでストレッチで体をほぐしてあげましょう。疲れたまるんだ。何かしてほしいこと、ん？今な、何かって言ったよね。お掃除。何がいいんだろう。土のレベルが上がるんじゃないの？グラウンドレベルが上がりますね、これは。1がないのか、4いくと赤になっちゃうから、スローイングかな。疲れがちょっと心配です。4だと疲れが減る。ペッパー警部よ、行ってみるか。数人か、全員疲れは取れてるわけじゃない。ゲージ見てると2ゲージ未満になってる人は少ないが、ちょっと綱渡り状態だよな。あれなんだ、あの右側にあるやつ。疲労が心配ですよね。やんちゃ前田にしよう。回復でしょう。いいんじゃないでしょうか。緑が回復するやつか。ヒートバッティングだと、赤、びっくりした。年が、減るだけだった。どうしようかな。みんな疲れがあまり出してきてるよな。休むっていうのもできるんじゃないかな。あ、散歩時ってそういうことか。コントロールが上がらないな、なかなか。球種は結構覚えてるかな。目からずかな。このままでいいや。岩波はどうか。打てて走れるバッターにならないとね。肩はいいから、もう打てるバッターにしよう。肩すごいいいな。いい、松尾いい選手になったよな。なんか器用貧乏な選手育ちそうだよな。三塁、もうちょっと待った。三塁だったら守備力上げないといけないのかな。一塁も大事だけどな。一番球取るから。三塁は肩力がいるよね。
まあまあでも引き続きこのままでいくか。どうでしょう、外野手だからな、肩を上げたいですね。うん、走力上げていきましょう。ワクチン指示っていうのもあるんだ、聞きましょう。メタル重い、なんだろう、うん、お、岩波に彼女ができた。お、スカウト行きましょう。平田にもっと岸本一番かけてんだ今。上田行ってみよう。長打を中心に能力高いからな。あ、よくないか。インターバル走。OK。総合練習。なんだよ、フォームチェック請求。ちょっと疲労度が心配だよな。なるべくあの緑をマスや、赤いマスや止まりたいが。スクワット。鈴木、あ、これ違うわ、回復じゃないんだ。アイテムがあるんだよな。体力落ちてる選手多いな。これは効率が上がらないです。1,2,3,4,5 マスの5でいけますね。走力とインターバル走は何が違いがあるんだろう。ようやくオアシスか。2の選手ちょっとマックスが不安だな。あ、そうや、本屋にした方が良かったんだ。
信頼度上がってよかった。なんだあの人。あ、やる気がダウン。あっと、回復できない。失敗だったか。お。スカード評価も上がった。進路相談。よし、オーガの疲れが取れた。メンタルトレーニングは疲れが溜まりやすいが、ミントバッティングだな。見てみましょう。成績は上がらないな。全然実績が上がらない。肩はいいですか。じゃあ変わらず。あー、くそ、3はダメだ。3が選べない。で、勉強だ、そういう時は。いいですね。マシンガノック。いや、結構。ね、練習効率も上がってるし、なんか力強くなりそうな気がする。握力も上がってるから、有能なんじゃないでしょうか。本当は1が引きたい。あ、1じゃないんだ。変わらずですね。彼が溜まってる。バイ。うわ、松尾のスタミナが1だ。良くないですね。なんで回復してくれないんだ。松尾、彼女ができました。お、グランドレベルアップ。耐久度アップ。キャプテンが池田。いいんじゃないでしょうか。まあ、これしかないですよね。
高い方がいいんで、素振りです。試験で止まるからな。初試験、確実に練習効率が上がってます。ダッシュさせましょう。効率 OK。 進路相談、今度こそ本屋 OK。いやー、なんかいい流れ、いいムードになってますね。いいんじゃないでしょうか。いけるか。一回。ん ?3 月か。なんか、ときめもみたいな。同じコナミだから、ときめもみたいだよな。練習効率が多分落ちてるからだろうな。そんな上がってくれないな。みんな疲れ上がりたいんだけど、肩が D に上がりましたね。じゃあちょっと待った、外野手かパワーアップしよう。これがもう疲労度が2か。外野手か。総力アップ、まあ総力アップだな、まずは。なんか休みたいんだが、どうやって休ませるんだ。カードチェンジ。食事会とかもダメだな。じゃあもう最高のカードを切ろう。卒業式、グラデュエイト。なんか記録がありますね。お、成績が出るんだ。リゾットってなんだ。お、リゾット。占い師。占い師でも結構馬鹿にできないんですか。リゾットってあれだ。水野だ。野球だ。パン屋さん来た。パン屋さん、藤原のパン屋さんだ。本屋さんいないのかな。あ、ダメだ、本屋さんいない。職人もありますね、浜崎は。こうして1年英会話1年は
終わっていく、1年目は終わっていくってことですよね。OK です。で、感染、いや、ちょっと食事会ですね。これでどうでしょう、疲労度は。今唾液力が結構高くなってますね、疲労力よりも。投手力意外性、経験がまだ全然足りない、まあ、練習試合やらないとダメだろうな。これは疲れですね。あ、疲労が回復してる。これ、年またぐと疲労が回復するんだろうか。あと、今は回線はいらんな。ポイントバッティングだ。またも食事会。もみもみ。ウラウシ線が突き刺さる。嫉妬の炎。まあ、請求を中心に。解除が基準、嘘をつけ。うん。お、特訓の日か。そういうのは結構疲れてんじゃなかったっけ。いや、疲れは回復したか。じゃあ松村で。威圧感いきましょう。でも、いや、これ覚えにくいんだ。なんか低い、星が低い方を選んで、鍛えないとダメだな。疲労は溜まってないんで、まだ感染はまだかな。感染経験も上がるしな。正解。ニート。1234。ここで感染使いましょう。いいんじゃないでしょうか。インターバルが総力。インターバルとダッシュは何が違うんだろうな。でもミートですね、ここは。あ、パン屋だ。あ、しかしパン屋が難しい。4月になりまして新年度です。体力が低く、高くても効率が上がるわけじゃないんだろうな。走力も、走力は D か。ミートアップ、うん、ミート C になりましたね。酒井くん、もういいでしょう。うわ、
ップで松村くんパワーアップしとくか。並んだんでミートアップに切り替えましょう。努力は変わらず。こい、あ、ダメだ。あ、パン屋が。あ、まあいいか。OK、体力回復。2はダメなんだな。で、だって5が、あ、もう5しかないな。さあ、入学式がやってきます。入学式って何あるんだ？あ、そういうことか。効果ってどうなってたっけ？あ、そんなに変えちゃダメですね。フェザータイプは変わらない。チアリーダーをモデルチェンジしましょう。ぐらいかな。よし、このままでいいよ。あ、新入部員ですよね、これ。平田は入ってくれました。投手が2人、キャッチャーが1人。135キロあるのか、岸本は。最初から岸本の方が平田より良かった。後藤ですね。単純な星の合計で言えば。一気な後藤くん。難度は高くないんで、ミートを上げていく方向がいいと思う。カットボールなんだな、岸本くんは。オーバースロー、普通だな。本格派か、スリークォーター。岸本くんか。これニックネームつけたらなんか変わるんかな。それで行きましょう。この辺は OK です。7月にあれですね。そうですね、中学生に入学してくれました。嬉しいです。この一方で
三田くんは残念ながら他の学校。悔しい。え？わからんな。バランス重視。今が、ん？なんだあれ。お、浜崎、職人浜崎。ピカピカの野球道具をもらいましたね。みんな大丈夫ですね。経験が欲しいよな。ああ、新入生が入った分、やっぱりグラフが下がってるな、平均グラフが。何これ。あ、一人使えるのか。せやかて、あ、いや、2年生学童って2年生に使いましょう。微妙だな、1,2,3。でもまあ、先輩の意地を見せないといけない。2だとダメなんだな。ペッパー、ロボットバッティングかな。で、インターバル走へ、特訓へ。ちょっと疲れが溜まっている。1年生はどっちかだな。後藤、そうですよね。まずはこれですよ。お、やりました。やっぱり段階を減らないといけない。リスタジアム、勉強もある、5が
5だと練習が上がるのか。じゃあこれかな。サンガスクワット。スローリングもありやけど。なんだろう。あ、5月になった。コントロール相変わらず変わらんな。せやかて駆動はスタミナアップさせましょう。スタミナはもう十分じゃないでしょうか。制球アップ予測上げてもいいかもね。岸本くんは、まあ、とにかく全部ミートが基本だ。二塁手もキャッチャーだけじゃなくて二塁手もいけるんですね。コンバートしね、3人は欲しいかもな。コンバートもできるし、このままにしとこう。あ、でもまずはキャッチャーだから捕球からかな。川口くんはどうするか。何年生か。ちょっとパワーアップかな。たくんは、1年生だな。ミートアップ。1年守備も大事ですよね。守備よく曲げないと。高井くんが弾道高いんでパワーアップに変更かな。山本くんが入ってきまして、まあミートだろうな。走力もでも大事だよな。なりますが、まあこれはそのままにしときましょう。走力。大賀くんはミートが C に上がったから、まあ走力上げていいか。これはそのまんまですね。続き内野手だからな。弾道を上げる方法、弾道を上げてみよう。あえて全員弾道を上げる方向に行ってもいいかもしれないよな。ミートプラス弾道が最強かもしれん。佐藤くん、だから結局みんなミートあげたりすればいい。パワーはちょっと期待できそうにないよな。一方後藤くんはまあパワーはあるというとこですよね。かな。グランドレベル下がっちゃった。練習休みが出ましたが、疲労度を見ながらですね、まだ大丈夫じゃないかな。スクワット行きましょう。で、マシンガンノックへ。全部これ。ん？なんかまた。いますね。職人だな。
タミナなんですよね。ダッシュ。お、スライダー上達ボール。こういうふうにアイテムをだんだんもらえるんで、こっからがやっぱり本番かもしれないかな。疲労がちょっと溜まってますね。練習休ませるか。これなんだろう。ニュースか。あ、ニュースか。お、ここで分岐です。ルート分岐。え、何これ。うん、分かった。マシンガンノックだ。パン屋が多分スタミナなんだろうな。進路相談受けましょう。店員だ。疲れは？そんなにないな。飛ばしても構わない。あ、また職人があるやん。できるだけか。コントロールアップ、スタミナアップもまだだな。岩波くん、まあミートアップだろうな。まあ、補給からとにかくスタートだよ。夏川くんは高口くんが一練習だから補給アップも大事かな。うん、まあキャッチングからでもスタートするんじゃないの。まずはマツラくんどうしよう。ちょっと気になるな。まあでも総力アップでいいよね。総力も十分なんで。弾道ってピークいくつだろう。勉強は疲れが取れるんだな。
またも職人。今度は野球ファー、ムービングファーストボール。4かな。2が走り込み。もうでも一気に行っちゃおう。パン屋さんへ。ドリドリ緑のパン。今の補給経験値が上がった。ここでアイテムをちょっと確認してみよう。スパイダー系か。せやかて駆動。ああそういうことか。じゃあ宮田くんへ。そうなの。そういうことか。お、なんか2つに割れたストレート系かな。パンはないんだな。ここで誰かいる。おじさんみたいな人いるんで、おじさんに行こう。そう言ってるうちに6月になりました。うん、パワーアップだな松尾くんは。タタ君はミートアップしてもらおう。走力がいいか。弾道を上げてもらおうか。そろそろ。まあミートは基本だよな。スカウトがやってきたか。お、気になる。宮田。うん、宮田をスカウトに推薦しましょう。いいんじゃないでしょうか。1のカードが多いな。紅白戦やってみるか。
ボランティア？評判か。OK、疲れ取れた。いいんじゃないでしょうか。スタミナ。はい、ダッシュ。そういう時は勉強だ。そして素振り。ポジティブシンキング使ってみましょう、早速。そういうことか。ちょっと使うとこを考えないとな。まあ確かに赤多いけど、まあ使ってみるか。6月はもしかしたら多いのかもしれない。そうするとこういうふうに守備連携で青に変わる。さらに、OK。疲れはどうなんだろう。使い切った方がいいよな。疲れはそんなに溜まってないや。でも感染で経験を得るっていうのもできるからな。受けましょう。お試験の翌日なんだ。忙しいな。で、さらに感染です。でも無理だよな。だから一番高いとこ上かな。おお、 OK です。ああ、効率下がる人もいるんだ。さらに、スタミナ大丈夫だな。スクワットへ。スクワット、じゃあ松村君へ。少しお待ちください。
お待たせいたしました。で、港学園なのかな、港高校なのかな、練習試合でやりましょう。早速オーダー変更。あ、セアカテ工藤がすごい調子いいな。先発工藤でいきましょう。調子、池田がちょっと調子悪いんだな。だからといってパワーが上回る人って岩波ぐらいか。まあ、下ろすわけにはいかないからな。池田は5番にして、ちょっと岩波を4番に抜擢する。弾道が違うからな。酒井3番だな。じゃあ、弾道を見ないとあかんような、パワーだけじゃなくて。で、調子いい人で言えば、前田が調子いいんで、見てみましょう。大賀が調子悪いんだ。でも、弾道を読んだし、総合力高いからな。後藤が外野手か。だから変えるな、外野手。調子のいい外野手と変えたいとこですよね。この辺はピッチャーだからな。みんな調子いいよな。ああ、外野手いないんだな。じゃあ、まあ調子普通だし、そのままでいいかっていう感じか。外野手がそれほど調子良くないんだよな。一塁手、そうだ、一塁手だ。一塁手で規制のあるやつを入れないとダメなんだ。そうだと、ただなんだが、さすがに、岩波外しちゃダメでしょうという感じはあるよな。外野手か？外野手だったら、岩波くんパワーあるし、大賀くん、うん。外野手にして、二塁か。酒井くんが二塁。一塁三塁。松浦くんが137、多田くんが125だから。まあまあ。でも多田くんにちょっと頼るか。あとはちょっと打順だな。大賀くんがちょっとチャンスないからな、クリーンアップとして。酒井くん4番かな。あとはまあ、ミートのある人をちょっと前に置いときたい。こんな感じか。ミート、パワーのバランスに考えればこうか。でも岩波くんもいいですよね。岩波くんもいいからな。岩波くんを6番にして、まあこんな感じかな。OK で行きましょう。試合開始。さあ、港学園との練習試合です。さあ、動きがない。あ、ようやく梅田マシーンがやってきた。攻撃ですね。チャンスです。今リードしてますね。相手、ランクが C のバッターに対して。これはすごい運いいな。あ、負けてんのか。2点を追う攻撃となります。センター、当然センター返しと、センター返しだな。で、いつも通りこれですよ。うん、どうする？
お任せしてみるか。お、いいんじゃないでしょうか。抜けろ。ダメだ。ちょっと届かなかったや。超ハイト。流し打ちが5なんだ。流し打ちやってみるか。そうか、すごいいいピッチャーだよな。簡単に打てる気がしない。風速どのぐらいなんだろう。あー、転がされた。チャンスを逃してしまいます。そして逆にツーアウトながら二塁のピンチ。精密機械やってみましょう。ここ押さえないとね、なんとか。ここは、あ、なるほど。まあお任せだろうな。なんかある。外野前進守備っていうのがあるのか。ちょな警戒もありだな。1番かバッター。調子は悪いけど要警戒だよな。一塁空いてるから臭いところかな。でも外角中心で行ってみよう。歩かせてもいいよな、最悪。 OK。 お、追い込んだ。内角に変えていきますね、せやかて。あー、ダメだ。ちょっと深い。オッケー、なんとかアウトでした。ナイスキャッチング。これはちょっと大きい、大きいかな。ここのチャンスを生かしたい。お、また超ファイトだ。頑張ってるよな。当然流し打ち。戦術をデフォルト変えられないのかな。これしか考えないけどな。うまいよな、今の低めのとこなんか。ああ、キャッチャーのリーディングもいいのかもね。ああ、詰まらされた。最低限か。さあ、岩波くん。くせ者。センター返しでいきましょう。あ、ま、違う。センター返し。ああ、ダメだ。守備力高いよな。さあ、ワンアウト一塁、南学園。守備力試してみよう。あんまり得策じゃないよね、打たせて。これはいい低めですね。いい球がズバッと決まります。いや、これ内角中心。 OK、 追い込んだ。あー、くそ。あー、うまいミートバッティングですね。まあ、引きながら、お手本にしたいバッティングだと言えます。これ、長打警戒かな。あ、月シフトでいいや。確かに。月シフトですよね、普通に。考えたら。緩急重視。外角中心かな。
115球なんだよな。工藤は2年生です。ああ、もうホームに行くんだ。うわ、ホームインしやがってる。ホームインしてますね。なんかやっぱりね、巧みな野球ですよね。おっと、いや、わからん。これ何がいいのかがわからん。任せてみよう。信頼度も上がるしな。打ち上げたが、あー、やっちゃったやん。やらかした。ちょっとやばいな。ちょっと伝令をここで。宮田、とにかくゲッツーシフトかな。外角中心が5でいいですね。三振取れればなおいいのかもね。あー、ダメだ、抜けてしまった。あっと、これは痛い。大量点を与えてしまいました。伝令にもかかわらず、これは厳しいな。ちょっと待ってよ。タイム、投手交代。まあ仕方ないよね。負けだなこれ。岸本にチェンジしましょう。1年生でもうこの数字ってすごいよな。経験を得たいとこです。思い切ってやれ。あ、本来ならバックホーム体制なんですけどね。そんなこと、緻密な野球気にしてもしゃあないし。ツーボールワンナシ、ワンストライク。あ、おっと、オッケー。あとはもう任せて。一年生の岸本。あー、抜けられた。巧みに打ってくるな。やりたい、こちらでやりたい野球を相手にさせられてしまってますよね。いや、巧みすぎるな、ほんと。嘘でしょ？ん？あ、長打コースだ。やらかし、やってしまった。スリーランホームラン。あれ、コールドになってない。牽制を倒しますね。1年生らしくないよな、岸本。ツーアウトか。あ、巧みに打たれてしまいます。あ、でも、取った。ナイス。ナイス、ライト。お祭り男。でも、任せてみましょう。
正面か。跡がありません。多分ペントになかったコールドなんだろうか。あー、ソッカーがすごいな。奪三振1なのにな、打たせて取るバッティングがハマってますね。肩もすごいな。さあ、あと一人になってしまいました。力差がもう歴然だよな。お、ナイス。このままでは終わらせません。高口チェンジ。流し打ちで。あ、でもそうだ、別に流し打ちする必要ないんだ。動かせはちょっとツーアウトだからないけどな。どうだ？お、結構上がったぞこれ。やったか。やりました、高口ツーランホームラン。さあ、チャンスを広げたい。ようやく一矢報いたっていう感じですね。正面抜けた。いやー、ようやくなんか変わってきた流れが。燃える闘魂。流し打ちだよな。で、外した。お、これはまたすごいよ。場外ホームランじゃないの？え、まだ攻撃続いてる。すげえな、この回の攻撃。一矢報いるかどうか。反撃が始まってますよ。細川の球数が打ち気が入るな。お、いいんじゃ。あ、ダメだ、正面だ。4点返したらコールドはなしです。さあ、これワンアウト一塁のピンチ。いますか。
うん。うん。正面。ゲッツーですね。ナイスゲッツー。さあ、最終回。9回裏の攻撃になります。嫉妬に見えましたけどね、振り遅れちゃった。三塁線レーザービームだな。そう、セーフになるとかアウトにしちゃうんですよね。これがすごいよな。センター返し、追い込まれた。今はいい球だな。正面、あー転がされましたね。さす、応援をもう諦めるな。最後まで。お、高めだったけど詰まってしまって、試合が終わりました。追い込まれましたが、高口と酒井がホームランを打ってくれました。お、何でしょうこれ。あんまり芯で捉えるミートだがないですね。ストライク見逃し率、ボール球スイング率ってなるんだ。外野手はストライク見逃すのか。こういうデータもあるんですね。左打者がやっぱりなんか足りないよな。でもだからといって芯に当ててもいいわけじゃないんだな。お、これはすごいデータだな。まず工藤が124球投げたが、スト
ストレートが多いよね。ナイスビッチ率 36%。 初球だといいんだ。被安打だと、あ、でも結構抑えてたのに岸本に変えちゃったからな、これは失敗だったかも。データですね。あ、弾道が、池田の弾道が4に上がった。これって弾道ってどこまで上がるんだ。まあ4あれば十分だと思うけどな、弾道は。他の数値上げたいですよね。ないのが上がったりするんだな、大賀とか坂井池田あたりは。岸本を急速リリーフ、岸本を急速も上がっております。松尾のあの評価上がってんな。じゃあパン屋さんへ行く。まあ基本ミート基本で、もちろん合宿します。なんで、うん、パンってなんか止まらないのかな。疲れ見てみよう。疲れはでもそんなに溜まってないから大丈夫。教え込みを行いましょう。また来た。羨む視線、嫉妬の炎。オーダーの設定をちょっとやってみるか。起動設定かな。ここはずっと変えないからな。岩波がいいよな。松尾がいいのか岩波、ちょっと両方ともコーツつけがたいんですよね。まあでも岩波は外野手もやれますからね。外野手やってもらいましょう。そうだよな、大賀が5番で、まあなんでも弾道はないけど、でもみんな弾道上がってるよな。まあそれだけ選手のレベルが上がったってことやけど、
宮田が174か。まあでも宮田だろうな、そういう意味で。1年生の中から起用できる人っていないかな。経験を積ませたい人、岸川とかいいよな。153なんだ岸川。すごいな、300超えたか池田ついに。松浦が3、でもな、三塁手がいないんだよな。いや、ほんと？三塁手できる人いないの？まあ、多田が いるんだ。でも松浦の方がいいだろうな。OK です。全然覚えてないってなってますね。松尾はなかなか2年生にしてなかなかの選手ですよ。酒井もなかなかの選手として注目されてますね。池田も当然なかなかの選手ってことで、まあ1年生は仕方ないってとこですよね。宮田ぐらいだよな、まだ。これなんだ？なるほど。購入に使用できるんか。業者か。体をほぐすか。組み合わせ抽選会もちろん参加します。今回は激戦となりそうです。候補戦力は E のままですね。行きましょう。なるほど。なにわ大附属高校で決定ですね。はい、ということで、
を分岐して公式戦まで来た。どうしようかな、ここちょっとタイミング、いいとこなんで、終わらせてもいいかもな。スケジュール緩和しなしょか。いいんじゃないでしょうか。メンタルトレーニング。田口を疲れが溜まるの。あーっと、練習機材が傷んでしまう。さらに食事会。で、結束を固めます。直前の。なかなか数字上がらないよな。休息も含めて。リアシュカーの丸いミートアップさせよう。ここに来て、まあ、総力上げてもいいけどな。総力上げるぐらいだったらミートアップした方がいいし、おばあちゃん、私はおばあちゃんこのようだ。お、じゃあ土使いましょう。ということで公式戦の前ですが、今回はここまでかな。見ていただいてありがとうございました。気がつけば2年目の夏まで、たどり着きましたね。はい、ということで低い通気年間内、今2年目ですが、夏の次回は夏の予選大会から始めていきたいと思います。1回戦突破できるといいですね。まずは1回戦突破から行って、行けるとこまで行きたいと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチマイアカウントフォロープリーズ。アーカイブは YouTube にアップロード予定です。18日火曜日21時頃からプレミア公開予定です。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel プレミアライブ。Two Days After My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいね、お願いいたします。TwitterX please my account follow and repost and good button please。 実行、パワフルプロ野球栄冠内編お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。